オッケー、じゃあラーメン食いますか。よいしょ。今日はチキラ。やっぱラーメンつったらチキラでしょ。それなんぼでしたっけ。なんぼだ、なんぼだろこれ。多分一番負担かいじゃないですかそれ。400、あ、じゃあいいっすね。とりあえず先やりますね。はい。OK。90秒。色変わるんですか。ですね。こっち見ていただいた方がいいかな。ここが変わるっすよね。船通るなよ。ここのマリーナって結構プレーニングして通っていくんですよ、この湾内。プレーニングっていうのは、いわゆるスピード速いぞと。オレンジ色になるでしょ。そうですね、船らっすよ、船ら。まあ今日はね、これからちょっと船を少しだけ整備しようと思うんで、その腹ごしらえでやってます。まあ本当はね、沖の方でやりたかったですけど、まあ時間の関係で。まあでもここで食ってもうまいんですよ、船ら。いきますよ。はい。あ、なる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 。よいしょ。飽きるまでシーフードで。シーフードで。いや、シーフードうまいっすよね。海で食う、シーで食うシーフード。あ、今日ラーメン食べ終わるまで、はい、ちょっと企画やりましょうよ、企画。せっかく2人いるし。一回ね、あのコメントで、ガキはすぐ英語使いたがるから笑うわみたいなコメント入ってて、あのアイパイロットの動画で、アイパイロットの強さを1と2分の1、 2と2分の1、 3と3分の1って、まあ 0.5 刻みでアイパイロット強さ決めれるんですよ、はいはいはい、あれをね、じゃあアイパイロットの強さやっていきますと、1ハーフ、2ハーフって言ったのを、はい、2ハーフ笑うわみたいなコメント入ってて、マジっすか。ということで、じゃあ今日はラーメン食べ終わるまで英語禁止。ラーメンは英語じゃないですよね。まあまあまあ国民食だからね、うん、その前についてるネームが、あ、じゃあ、はい、ネーム。一応今日はこの後これをねやっていきます。割れ物、これ何かっつったら、あそこ、まあ、画面映ってないかもしれないですけど、小物入れバキバキになってるんで交換していきます。ということで、この高速湯沸かし器がだいぶ赤くなってきたから、はい、英語使ったからっていう罰ゲームを用意してなかったな。まあでも、まあまあまあ、一応カウントだけはしていこうかな。カウント。難しいよね、英語使うなっつって。難しいですね。いただきます。どうぞ。よし、これで3分。でもこれの高速湯沸かし器の良くないところ、やっぱ何回も言うけど、完全にこの辺の湿気がなくならないと片付けができない。結局これでパッて密閉して、湿気があると中でね壊れちゃうっていうのがちょっと欠点かな。まあいいんですけどね。空炊きするとなんか油減る。あ、空炊きしたらね、すぐね、熱交換器が溶けるんですよ。ダメになるんですね。そう、考えるね、こう言葉を話す前に、うって言葉少なめになる。ダメっすよ、喋ってくださいよ。攻撃は最大の防御だから。で、僕は基本ラーメンとかはこうちょっとこう伸びたぐらいが好きなんですけど、うん、そうなん、この鶏ラーメンに関しては、鶏ラーメン、これに関しては早めが好き、ね、こだわりがうるさいでしょ、もう。よっしゃ、いただきます。最近こうかき玉入れてくれてるのが嬉しいですよね、これね。これはうまそう。よっしゃ、いただきます。うん、うまっ。すごいね、こんな湾内であんな原動力機の出力を上げなくても。うまく変換してますね、原動力機とか。一瞬言いそうになるですけどね。なんかすごい、あの、かしこまってますね今ね。そうです。いやいや、もう気楽にいけへんすよ。そうですね、どっちかというと、あの、ぶっ込んでいくぐらいがこう見てる方は面白いから。課題はいつぐらいからやり始めたんです。ちゃんと狙い始めたのはこの船買ってからなんですよ。この船って何年目ぐらいなんですか。これ7年目なんで。今1年ぐらいですか。もうちょっと1年目。1年ぐらい。まあ、今日も実はこれ撮影、今午後なんですよ。これ昼飯食ってからこれから作業なんで、午前中釣りしてきたんですけど、どうでした今日。面白かったです。今日仕掛けは？今日は
タイゴムス。ゴム。ゴム。何って言えばいいんですかね。タイ、伸縮性のある帯をつけた鉛玉の仕掛け。最初タイラバやらしいね。タイラバ。伸縮性のある鉛玉以外の仕掛けを使ってませんでした、ね。別の仕掛け使ってて。あれどんな仕掛けでしたっけ。鉛に針をつけた こんな感じで動くやつね。潰しに来るけんね。あれぐらいのスピード、あれぐらいの速度だったら、そうですね。もうあれぐらいの速力ならまあまだ。でもだから僕がお誘いしてからですか、船で釣りをするようになったのは。そうですそうです。釣り自体は高校の時にちょろっとやったぐらいで。あの外来種、あ、はいはいはい、も食べる川の鈴木みたいなやつを、あれを、あ、大口の、そう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 、はいはいはい、小口もいるらしいけど。あとこれ絶対編集大変だけど、あのテロップで〇〇のことですみたいな。あ、テロップ言ったしね。あのこの汁、残った汁どうしてるんですかっていう意見が出てて、本来であればこんなやつとかに持ってきた容器にね入れて持って帰れば一番いいんでしょうけど、僕はめんどくさいので基本おにぎり入れたりして飲んじゃう。おにぎり片手にかじっては飲んでみたいな。健康診断の前にはできないですね、このラーメン動画って。ああ、そうですね。確かに。一説によれば、確かラーメン一杯の汁、淡水魚だったかな。淡水魚が住めるようにするにはお風呂の水が、ああ、こういうところでね、きちっと数字を覚えとかないからね。あ、でもそんなに。そんなになるらしいんですよ。そんなに濃いんですか、これ。まあ、とはいえ、まあ海だからね、それがイコールかっていうと、あ、それが同等かというと。そこは分かんないですけどね。だからまあ本当は飲んでも、ね、体に悪いんだろうとは思うけど、まあまあ、まあ僕はもうこれ飲んでますね。うまいんですよねこの汁。はい、今日楽しかったな。前半戦はすごい渋かったですけどね、釣り自体は。そうですね、確かに結構寒かったし、うん、潮が止まって動き出すその瞬間に食ったですね。いけんと思ってても飲んじゃうんですよね。来月から健康診断があるわ。そうなんですよ。あ、俺今年ついにバリウムなんですよ。あれ35でしょ。バリウム言っちゃいけない。まだ飲んだことないんですよ。え、でも年齢的に飲む年でしょ。もう飲む年なんですけど何も言われてなくて、会社に捨てられたんかな。白い金属液体。金属、あれ金属類でしょ、あれ確か。うん、ということで、よし、ごちそうさま。さあ、午後から頑張りましょうか。